はい、どうもさんです。こんにちは、庄島良志、浜湯です。はい、ということで前回引き続き浜湯さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日なんですけども、黒シビカマスっていう食材ですね。はい、浜湯さんのためにですね、黒シビカマスという、僕もね1回しか食べたことないんですけど、美味しいと言われてる油底ムツとかに近い種類のカマスをね仕入れてきました。今日はこちらを一緒にね食べましょう。ぜひ楽しみです。お願いします。では早速観察していきましょう。はい、こちらが黒シビカマスですね。浜湯さん、これは小豆島では見ないんじゃないですか？見ないですね。タチウオの超頭でっかい巨大バージョンみたいな感じですね。本当ですね、タチウオっぽいキラキラ感っていうかな。あと口がやばいですよね。口やば。こいつ何食ってるんやろ。これめっちゃ痛いですよ。剥製にしたらかっこよさそうですね。はい、これ噛まれたらどうなるんだろう。痛そう。わ、これはやばい。人間の歯ぐらい硬くないですか？硬いです、硬いです。ちなみに島では縄切りって言われてて、釣りとかでかかると仕掛けを切ってしまうぐらいね鋭い歯を持ってます。だから縄切りなんですよ。そしてですね、こちらの魚なんと言っても特徴と言いますと、ここね黒いラインがちょこちょこ出てるんですけど、これがね全部骨なんですよ。ちょっと浜井さん触ってみてください。本当だ、骨が出るんですね、体表に。見た目として、そう、それでなんかさばきづらそうだから、今まで一回もさばいたことなかったんですけど、はい、今回美味しいということで。なるほど、買ってみました。ちなみにこちらの黒シビカマスなんですけど、別名炭焼きとも言うんですね。で、見てください、この体表を。体表が銀なんだけど黒っぽくも見えます。これは炭で焼いたように見えるから別名炭焼きって言うんですよ。はい、ということで今日はそんな黒シビカマスをさばいていくんですけども、何をしていくかと言いますと、油底ムツとかと近い魚なんで、まあ、結構ね刺身とかでも美味しいらしいんですよ。なんで今回は刺身を作って、もりもりとね刺身をね食べていこうと思います。ということで早速調理していきましょう。いきましょう。はい、そしたらまずはこちら頭を落としていきましょう。お願いします。いや、お腹から見ていきますか。どっちでも。僕のチャンネルはお腹開封がメインコンテンツですから、はい、なるほど。うまい。わあ、寄生虫いっぱいですね。え、深海魚は寄生虫多い。このつぶつぶとかですか？ですね。わ、空気が入ってる。臭い空気が出てきた気がする。臭い空気。おならみたいですね。確かに、おならって臭い空気ですからね。卵が入ってますね。放卵した後でしょうね。ああ、なるほど。痩せてるんじゃないですか、身としては。痩せてそうですね。あんまり期待できない身ですね。ですね。赤いアニサキスみたいなのがめっちゃいます。へえ。これ、いろいろ寄生虫がついてますね。ですね。うわ。深海魚は寄生虫ついてるもんですから。なるほど。そして寄生虫は食べれます。じゃあ頭を落としていきましょう。はい。え、腹向けないですか、これ。え、身質が美味しそう。ですね。あんまり期待してなかったのに。痩せてるとか関係なく身に油持ってうまいんじゃないですかね。ですね。期待できる身ですよ、これ。できますね。よし、これ頭硬そうっすね。あ、胆嚢がでかね、胆嚢、インゲン豆ぐらいあるじゃないですか。インゲン豆ですね。このインゲン豆潰したらもうやばいっすね、食えないっすね。よいしょ。え、買った。わ、でかい。デカ包丁持ってますんで。へぇ、OK でいいっす。はい、取れました。はい、頭取れました。これ美味しそうですね。普通にうまそうな身ですよね。こっちの身見せてください。断面はどうでしょう。断面、わかんないですね、まだ血がついて。腹は薄いっすね。でも、あ、確かにこの薄さは油はちょっとですね、少なそうなイメージありますね、うん、ここで切ります。はい、よいしょ。なんかサーラみたい。でもちょっとこの辺とか油ね、すごそうですよ。ですね、うまそうですよ、普通。うまそう。これ刺身、最高な状態なんじゃないですか。確かに、お腹空いてきました。ではお腹洗っていきます。そしたら、三枚おろしにしていきましょう。お願いします。刺さりそうなトゲですよね、結構。ですね、結構強めのトゲしてますよ。こいつに噛まれて、こいつのトゲ刺さったらもう泣きますね。泣きます。うわ、これ美味しい魚の入り方してる。マジっすか。うまいんちゃいます。油じゃないですか、その白いの。その説ないですか。あります、あります。うわ、うまそう。うん、うまそうですね。うまそうですよ。僕が食べたバラムツみたいな色味してます。お前さん、ここやばいよ。なんですか、油ですか。ここら辺そうかですか、この皮目の部屋。確かにこれ油っぽいですね。はい、こんにちは、人のチャンネルで遊びまくる漁師、浜湯です。ほほほほ。じゃあ僕もさばいていきます。油底物食べた時に次の日マジで漏れてましたからね。
衝撃のサムネでしたからね。おむつ姿のサムネ。はい。はい、もうお互い、魚さばくのうまくなりましたね。うまくなりましたね。いい感じです。腹骨取ってもらっていいでしょうか。はい、わかりました。腹骨がどこかよくわからないですね。全然わかんないですね。もう薄いんで落としますよ、ここらで。あ、もう大丈夫ですよ。骨の構造がよくわからないですね、この魚。全然わかんないです。はい、はい、取れました。うわ、うまそう。うまそうですよね、普通に。ありがとうございます。うい、試合はね、この3本あって、それ以降ないっす、全然。え、じゃあ結構さばきやすい魚ですね。ここにちょっとなんかあるな。なんだ、なんかわかんないっすね。はい、そしたら、ここから刺身にしていくんですけども、はい、普通の魚と違うんで、皮引けないんですよ、ここ。骨があって皮が引けないし、はい、骨があって刺身にできないんで、スプーンでこそぎ取っていきます。なるほど、ネギトロですね。うまく取れるか。硬そう。うまそう、身は。身は美味しそうですよ。こんな刺身初めてや。なんかすごい雑に見えるけど、これしかないもんね、やり方が。ちっちゃい黒シビカマスだったら骨切りしてやることもできるみたいなんですけど、結構骨でかいんで無理ですね、それは。美味しそうじゃないですね。いや、違う違うバレた。これ骨どう入ってるんですか。こういう子に入ってるんですか。上に来てるんですか。ちょっと上にはあんま来てなさそうですね。刺身にできる説を提唱している方です。どうもこんにちは。私が刺身が不可能と言われているクロシビカマスを刺身にできると思っている人間です。できると思ってるやつにしかできないですからね。お、刺身にできるじゃないですか、そこだったら。皆さん、悲しいお知らせがあります。あの、カメラがエラーで動かなくなったので今から iPhone で撮ります。マサルさん、ここに骨があって真ん中に骨があるんで、真ん中のは大丈夫なんですね。こことかからここは骨の上を行っちゃうっていうね。こうやって。なるほど。これでも刺身ですよ。うまそう、うん、はい、刺身。これ分かりました。こっちからこう行っちゃうと骨がこう起き上がってくるんで、だからこっちから行かないといけないですね、こう下に。この子は尻尾の方から頭の方に向かけて斜めに皮目に骨が入ってるお魚ですね。よし、完成だ。完成だ。で、浜井さん、実はですね、はい、前回マハタをさばいた時に僕昆布締めを作ってたんですよ、はい、マジっすか。昆布締めも食べていきましょう。何作ってるんですか。ハンバーグみたいにしたらうまそうだなと思って、せっかくもうスプーンでぐちゃぐちゃだから、ついでにぐちゃぐちゃにしちゃおうと思って。ここで登場。この度、素潜り漁師マサルがサトウキビを使った黒糖醤油を発売いたしました。ほんのり甘口、こちら大変美味しいです。これをかけて、もう俺の代わりに宣伝してくれてます。ありがとうございます。いえいえ、盛り上げて。男料理ですね。男料理です。これがうまいんですよ。楽しそう。できた、ハンバーグセット。じゃあ油入れて、結構よけめに入れて。魚バーグ一緒お願いします。じゃあ、乗せていきます。あ、いけた、うまい。あ、うまそう。はい、こちらが昆布締めとなっております。普通こんなにね、昆布がびっちゃびちゃになることないんですけど、相当水っぽい魚だったんで、やっぱりね、びっちゃびちゃになってますね。逆に言えば水分こんだけ出てるということで期待できますね。期待できますね。あ、うまそう。うわ、まだちょっと水っぽいですね。さらに拭きましょう。出てる出てる。お、まだ出てる。美味しそうじゃないですか、見た目。美味しそうです。うまそう。全部同じ色確かに。ハンバーグも完成しております。うまそう。完成、黒シビカマスのハンバーグ。完成しました。いただきます。いただきます。いつもと画角が違うんですけども、カメラが壊れました。はい、悲しいです。そしてですね、紹介してもいいですか。はい、こちらお皿の黒糖醤油ですね。いや、こちらめちゃめちゃ刺身に合って美味しいので、ぜひ皆さん購入してみてください。ということで早速、おー、食べていきましょうか。黒シビカマスの練り身。油浮いてる。え、本当だ、めっちゃ浮いてますね。うまいんじゃないですか。え、初めて食べる味するんですけど。マジっすか。え、これ俺初めてっすわ。へー、クリーミー。うん、油乗ってますね。ちょっとちょっとちょっと、ほめさん食べてみてください。はい、じゃあいただきます。
うん、クリーミーですね。クリーミーですよね。で、うまい。味が、後味がうまいですね。はい、初見味ないですけど、米に乗って食いたいです。これ米乗ったらめっちゃうまい。絶対うまい。刺身の方食いましょうよ。いただきます。あ、普通に美味しくないですか。美味しい美味しい。黒しびかますうまいぞ。うまいし、なんていうのかな、身はすっごい柔らかいんですけど、はい、溶けるまではいかないけど舌触りがすごくいいですね。滑らかで、だからクリーミーっていう感想が僕ら出たのかなっていう。これなんすかね、初めて食べる味だ。なんかに似てます。似てないです。味はもう何にも似てないですですね。ただうまいのはうまい。じゃあハンバーグ食べましょうか。これマサルさんの醤油の甘口かけて食ってみますね。うまいかもしれないですね。はい、これなんかうなぎのタレっぽいじゃないですか。もう俺甘いの好きなんで超甘めで作りましたから。いや、好きなの追っかけるのはいいっすよ、やっぱ。いただきます。うまいっすか。めっちゃうまい。それもいいっすか。うわ、おいしい。うわ、これめっちゃうまい。うまっ。うめ、マダルさんの醤油めっちゃ合うじゃん、これ。うん、めっちゃうまい。いや、純粋にこの魚もうまいですよね。あの、マジでチキンナゲットみたいな味しません？あ、確かに確かに。はい、なんかオイリーな感じが。そうなんです、チキンナゲットみたいな味するこの鶏。ちなみにこの魚、黒シビカマスあんまり値段つかないんですよ。さばくのがめんどくさいからなのかわかんないですけど、このレベルの味だったらみんな食べてほしいですね。食べてほしいです。工場でもいつか加工できるようにしたいですね。めっちゃうまいっすね。じゃあ、マハタの昆布締め、昆布締めも行ってみましょうか。分厚っ。ちょっと水っぽくて味薄かったですからね、1日目ですね。1日目は全然うまい。うん、ちゃんと旨味出ますね。でこれ1週間ぐらいやったらめっちゃ美味しいんだろうな。そうね、うん、1週間やって水抜きもちゃんとして。はい、それではごちそうさまでした。ありがとうございました。今日はですね、黒シビカマスね、食べてみたんですけども、これ想像以上にうまかったです。うまい。最高でしたね。最高でしたね。はい、マジで丼にしたかったです。うわ、米、米でかっこむとこ、これ明日の朝米でやりたいですね。やりたい、やりましょう、やりましょう。ということで今日はですね、小豆島からはるばる10時間ぐらいですか。かかりました、10時間。10時間もかけてね、ありがとうございました。いやいや、これこそ最高の体験をありがとうございます。浜井さんのチャンネルではですね、追い込み漁をねやった動画が出ておりますので、そちらもねぜひぜひ見てみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは